タミヤ君を出したいんだけど。交流戦前までのプロ野球を振り返ると、様々なトピックスが上がる中で、有識者たちを驚かせたのは、新庄日本ハムの躍進ではないでしょうか。就任以来、全選手を横一線だとしてテストを繰り返してきた新庄監督は、今季を勝負の年と位置づけ、勝ちに行く姿勢を見せました。さらに、球団も新球場で得た資金を惜しみなく投じ、FA で山崎福也の獲得に成功すると、高年俸の新外国人を次々に迎え入れています。チーム内が勝利を目指して団結する中、新庄監督が嬉しすぎる誤算というのが、6年目、23歳のタミヤ・ユア捕手の活躍です。規定打席に到達すると、パ・リーグの打率トップに躍り出たタミヤは、その後も高い打率を維持し、強烈なバック拳で相手の盗塁を防いでいます。そこで、今回の動画では、タミヤの活躍について紹介し、実はそんなタミヤを新庄監督がフル稼働させることができない理由についても触れていきます。まるでバズーカ。タミヤが新時代の捕手と呼ばれる理由。タミヤは2018年に千葉・成田校からドラフト6位で日本ハムに入団。プロ入り直後からとてつもないと形容される強肩が評判でしたが、話題の打撃で結果を残せず、怪我もあったため、昨季終盤まで主に2軍暮らしを余儀なくされていました。しかし、今春キャンプには持ち前の強肩に加えて打撃のアピールに成功し、見事開幕スタメン出場を勝ち取ると、以後は連日マルチヒットを記録。交流戦に突入してもその勢いは衰えず、6月4日に迎えた広島戦では、先発の床田寛樹から4回に先制の敵地打を放つと、守っては強肩からユアビームを繰り出し2投を阻止するなど、今季10度目のシャットアウトゲームに貢献しました。2試合連続、今季6度目の3安打猛打賞で、打率は3割5分とパ・リーグ首位をキープし、得点圏打率、盗塁阻止率でもリーグトップの3冠に君臨しています。2本の安打を打って迎えた9回西の打席で、タミヤは持ち味でもあるしぶとさを存分に見せつけました。フルカウントから広島バッテリーが3球連続で選択した内角直球を全て三塁側へカットすると、しびれを切らしたように投じられた10球目の内角のフォークを腰を切りながら見事に打ち返し、キャッチャーらしからぬ俊足を見せて内野安打にしてみせたのです。ベンチで戦況を見ていた広島、新井監督もこの打撃にはお手上げといった表情を見せ、一方の新庄監督はタミヤに拍手を送っていました。2試合連続、今季6度目の3安打猛打賞の固め打ちを見せたタミヤは、ずっと同じ動き、同じスイングがしっかりできているからだと思いますと語り、絶好調の要因はあくまでシンプルということを明かしています。昨季まで高卒4年目の2022年に記録した14試合がタミヤにとっての最多出場であり、今季はすでにそれを大幅に超える出場。これまでにない疲労を感じているはずですが、これをタミヤはある秘技で対応しています。試合後の取材で記者から「連戦と移動で疲れはどうですか?」と振られたタミヤは、もう疲れてるかどうかもわからない状況なんで、疲れてるかわからない作戦で頑張ってますと笑顔を見せました。新庄監督は、俺捕手はあんまり褒めたくないんすよ、天狗になられたら怖いんで、もう今のままずっと打つ前にリードをしっかりしてもらわないと、とあくまで捕手には守備やリード面での貢献を期待しながらも、でもやっぱり打ってくれるとチームは楽になりますねと新庄スマイルを見せています。ここまで好調が継続している理由を、1打席1打席いい打席を心がけているだけ、それがいい結果につながっているとタミヤはあくまで謙虚に説明しましたが、課題だった打撃の向上には球界屈指の打撃職人の影響も少なからずあるはずです。タミヤは昨季本塁打王と打点王の2冠に輝いたソフトバンク近藤健介からの影響を大きく受けています。2022年まで近藤と同僚だったタミヤは、チームにいた時にちょっと話をしただけという間柄であり、今も親交はあまりないようですが、
近藤の堅実かつ粘り強い打撃をプロ入り直後から参考にしていたといい、近藤さんはボールの見極めがすごいですが、僕は見極めはそこまで得意じゃない。僕はボール球でも振っちゃいますし、でもタイプは違いますが、ずっとお手本にはしていますと語りました。最近は近藤フォームや連続写真を研究しすぎて、打席での構えや特徴までもが似てきていますが、本人はたまたまです、真似しているわけじゃないですと模倣は否定しつつも、僕の中ではいい感じになってきている、だから似ているのかなと手応えを感じているようです。そんなモノマネで打撃の才能を開花させたタミヤですが、自慢の強肩は唯一無二といえ、現役時代に日本ハムに所属したことのある野口俊博は昨季タミヤの強肩に仰天しました。野口はタミヤの強肩を噂には聞いていましたが、生の送球に驚き、二塁への送球ですごい球を投げていました。楽天戦で盗塁王の小深田を余裕で指しているのを見てびっくりしました。とにかく投げた瞬間からボールが重力に逆らっているのかと思うほど落ちてこない、そのままセカンドに突き刺さるようなボールでしたね。僕の現役時代で言えばオリックスの監督の中島さんが投げていたようなボールですと証言しています。現役時代の中島といえば、数々の強肩伝説を残した星であり、つい先日もイチローが、中島さんの肩はとんでもなかった、スピードガンでも150近くを記録していたし、センターから見てても糸を引いているようだったと解雇するほど。野口はタミヤがそんな中島に匹敵するほどの肩を持つと断言し、去年強肩を見せつけたことが抑止力になって、相手がなかなか走れないのだと思います、投球も低いのでランナーは警戒するでしょうねと語りました。自身も強肩捕手として鳴らした野口ですが、タミヤとの比較については、僕も日本ハムで現役だった頃、送球には自信があり、リーグ最高の盗塁阻止率をマークしたシーズンも何度かありましたが、地肩ではタミヤ君に勝てない、しかも彼は取ってから投げるまでも非常に速いと脱帽の様子。そして最後に、タミヤ君は盗塁を阻止する力だけでも、味方の投手にとっては余計な神経を使わずに済むのでありがたいと思います、あとはリード面でいかに投手陣の信頼をつかむことができるかと付け加えました。野口はタミヤが今後も正捕手の座をつかむには投手からの信頼が大切と口にしましたが、まさに新庄監督が頭を悩ませているのはこの点です。専属捕手がタミヤのフル稼働を引っ張る？日本ハムは6日に行われた広島戦は0対6で完敗し、3連勝を逃しました。相手先発森下に沈黙させられた格好になりましたが、さまざまな事情によって首位打者に君臨するタミヤを全試合で起用することができない状況になっています。もどかしいと言える状況に、新庄監督がどのような采配を振るうかにも注目が集まっています。打率トップに君臨するタミヤは、救援ファン投票の中間発表でも保守部門で堂々の1位で、このままなら初の救援出場も確実で、球団としても積極的に売り出したいところです。しかしそんなタミヤを思うように起用できないのは、球団にとっても新庄監督にとってももどかしいことこの上ありません。その最大の要因は、先発左腕の山崎福也と加藤貴之が捕手の伏見と絶大な信頼関係を築き上げていることにあると言われているのです。山崎は古巣のオリックス時代から伏見と双方の名前をもじったサチトラバッテリーで有名であり、オリックス時代から続く絆は健在で、現在も攻守で親しく、水を得た魚のように白星を積み重ねています。山崎自身も伏見には自分のことを一番よく分かってくれているのでと絶大な信頼を置いており、伏見もテンポが良くて調子が悪いなりにもゲームを作れる投手、緩急を使った投手でね、相手も考えがまとまる前に投げられるのは本当に嫌だと思う、まっすぐにキレがあるときは手がつけられないねと絶賛の言葉を送りました。そんな相思相愛といえるバッテリーをわざわざ解体する理由は全く見当たらず、よほどのことがない限りサチトラは継続されるはずです。同様に加藤も左投手のリードに定評がある伏見への信頼は厚いと言われており、新庄監督はこの点についても、
加藤くんの首の振り方とかを見ながらね、どっちで行こうかというのを今決めていますと話すものの、やはり左のエース格である加藤の意向が大きいのか、登板したここ2試合の先発マスクはいずれも伏見でした。新庄監督は、うちは守って勝つ野球だから、ポンポンって2、3点取って守り勝つ野球はどっちかっていうところを考えながらと、あくまで守りを重視する考えを貫くつもりですが、あまりにもタミヤが打ちまくるためにもどかしさを抱えているようです。指揮官の見解通りなら、今後も山崎と加藤の登板時は伏見がマスクをかぶることが濃厚なので、必然的にタミヤの出番は減る可能性が高いと言えます。交流戦でセリーグのチームと対戦する場合は DH を使えないこともあり、伏見がマスクをかぶれば現在首位打者のタミヤが代打に回る事態も想定されるはずです。タミヤは今季がレギュラー元年と言えるので、年間を通して1軍で活躍した経験がないため、積極的な休養は体調の維持にはつながりますが、規定打席にも影響を及ぼしかねません。指揮官ら首脳陣の模索は今後も続くと見られますが、過去のレジェンドの例を見ればタミヤが力で正捕手の座を奪う可能性もあります。捕手として史上2人目の2000本安打を達成し、捕手の概念を変えたと言われる古田敦也も、試合に出始めた時は先発投手によって自分以外の捕手がスタメンに起用されることがありました。古田が新人だった1990年当時、前年の実績からすればレギュラー捕手は野村克也曰く、畑真嗣か中西近氏といったところですが、野村は彼らのリードがどうにも納得できず、仕方なく古田お前行けと命じたのが古田を起用するきっかけになったと言われていますが、この年の古田と同じくヤクルト入りした西村達治はシーズン後半も中西とのコンビが目立ちました。これについて古田は、西村は外のボールをうまく使って組み立てたいタイプ、インコースを厳しく攻める僕のリードと少し合わなかったのかな、だから中西さんとのコンビが多かったと振り返っています。古田は大学から社会人を経てプロ入りしていることから、いち早くレギュラーとして起用されないと本人曰く稼げる時間が短いと感じており、特定の投手とのコンビが組めないことは死活問題だったのです。そこで古田はオフに、西村とのコンビで完封でもすれば監督も認めてくれるはずと考え、翌年のシーズンに臨みました。そして迎えた1991年4月9日の太陽戦、西村にとって開幕戦となったこの試合で、古田は1回に先頭打者の柳田浩一が記録したホームランの1点を守りきり、隅一で西村を完封勝利に導いたのです。この試合で古田は太陽の強力外国人コンビレイノルズ・パチョレックの2人を7打数1安打とほぼ完璧に封じ、一気に西村からの信頼を勝ち取ることに成功しました。しかもこの年の古田は、僕らは全然打てなかったので落合さんのモノマネしようと思ったと三冠王のモノマネを見せ、野村監督から全く期待されていなかった打撃でも首位打者を獲得する離れ技をやってのけたのです。この年128試合に出場した古田は一気に正捕手の座を勝ち取り、その後はヤクルト黄金時代を牽引する主力選手として18年間にわたってチームを支えました。タミヤには強肩とバットという武器があるので、古田と全く同じとまではいきませんが、山崎と加藤の登板時にコンビを組み一発回答を示せば、その後もコンビが継続されるかもしれません。新庄監督は今後も併用を続けると明言していますが、シーズンは長く、これから夏場を迎えた時にはその考えが一変している可能性もあるので、今後も起用方針から目を離せませんね。今回は新庄監督がタミヤをフル稼働させられない理由について紹介しました。